んで連れがいなくなってんだ。フォロワー消えたぞ。おい、困るな。なんかもう戦ってる、ひょっとして。空腹だ。水症状。ああ、もう戦ってるわ。すごい邪魔なんだけど。よし。まず一体。攻めてってくれ。よし、いけ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 。あ、落ちた落ちた落ちたよ。うよし、来た。なんだ、寝返ってんのか。あ、やばい。刺激か。
ああ、来た。頑張ってくれ。やったのか。まだやってないでしょ。まだいるよな。あ、いるいるいる。まだいるよ。頑張れ。よし。よし、やったぜ。回復や。よっしゃ。よし。危険なマスターコンジャラやったぞ。あいつが一番厄介だったからな。食事トマトリーキと人参。よし、あ、大丈夫か。じゃあ大丈夫か。まだいるんだろう、あの先に。さっき見たもんな。メモ。この頃から破壊魔術師には理解できない。我々狩猟術師が助けとなるミニオンにより、古代のウィンターホールドの埋没したあらゆる場所にアクセスできるということ。すごい。ミニオン。私はあの魔術師どもを理解できない。我々は彼らの死んだ友を一人蘇らせてみたのだが、そいつは感謝する代わりに怒り狂いやがった。ミニオンが戦えなくなった後で、我々は彼に、宿の印を作ってやった。なんというか、奴らには理解できない完璧な冗談だ。何の、なんか
か意味よくわかんないな、言ってる内容が。随分荒らしたね。食料は大事だからな、全部取っていこう。古くないやつ限りは。どこにいるんだ。あそこか、違うか。どこにいる。あそこか、3体。どこだろう。わ、これすごい。レプリカ。うわ、お宝だこれは。どこにいるんだろう。ここか。鍵が必要。どこだ、この上か。怖いなぁ、いるんだろうね。ここはもう何もなし。じゃあ行くぞ。あ、なんかスピードはとろい。あー、乾きか。着付けの一杯はどうだ。来るか。いやー、来た来た来た、いるじゃん、いるじゃん。うわ、無理だよこれ。これは無理だ。無理だわー。あ、いた。
さっきの下にいたやつも倒しておかないと。まだいるんじゃないか、この先。いるだろう。いないのか。地下にはもういないか。よし。あと上だ。ずいぶん喉乾くの早いね。ここ開かない。いないか。なんだって、この奥まだやるのかよ。わ、ここすごい。わ、なんかいろいろあるぞ。ドラゴンスケールのコテがあるぞ。わ、カブトがある。わあ、すごい、お宝いっぱいあるぞ。というより回復薬の方が嬉しい。なんかすごいね。移動入り口の手紙。あれ、あの剣かな。極寒の洞窟を通って実験のために必要なものとし、新鮮な死体を運ぶことは非常に危険となったので、別の輸送手段が必要となった。私は死者の戦士が描かれた絵に魔法をかけ、ウィンターホールドの死者の間につながる入り口を作り変えた。この死の都市から出るにはこれを使うがいい。スカイリムのどのような場所からでもここに移動できる巻物もいくつか記述した。この本の下に見つかるだろう。忘れてはならない。戻りたいと願うならば、この魔法のかかっている時間を。ウィンタードの死者のつながる、死者の戦士が描かれた絵に魔法をかける。ダーシー、移動入り口の手紙、OK。これは何？市長の部屋に戻る入り口？なんだって？市長。市長か。市長。あ、これ呪文か。移動手段の、これは本だね。これはなんだ？対応する手紙。ウィンターホールドはかつてこの地域で見られたことのないような不思議な天候に襲われている。恐るべきことは、都市がそれがために損害を被るのではないかということだ。編成魔術師の、これちょっと文字化けてるな。もっと最悪の天候がこの先にあるだろうということだ。大学の評議会は都市の重要な区域を保護する魔法障壁を作り出す儀式を始める決断を下した。大学と宮殿と、高潔な地域は、保護されるという決定をした。大学のアークメイジへ。その選択した場所以外にもウィンターホールドにとって同様に重要な場所だ。この異常気象の被害から都市全体を守る手段はないものか。ソウル市長よ、その儀式は大学の、明治すべての、明治ってそれ違うでしょ。この明治じゃないでしょ。英語の明治でしょ。魔法使いってことでしょ。チャネリングの源近辺から独立しています。都市全体を保護するに足りるだけの魔術師がいないのです。
厳しい判断に思えるかもしれないご了承願いたく思います。少なくとも宮殿と公立の場所はおそらく、生きながらいましょう。そうしましたら、手を取り合い再び都市を再建することもできましょう。大学の悪名人エリートの衛兵魔術師たちを送る。彼らは魔力が豊富だ。全都市を保護する能力に賛同しバランス値を移動させることができる。私は保護の弱い地域の人々を助けるために全力を尽くす。非常に感謝いたします。エリートの、護衛魔術師の助けのことをこちらから切り出すことはできませんでした。彼らは市全体へと保護のバランスを確かに移すことができます。私たちは三種の障壁を作り出そうと思います。うん、何者も外からこの保護されたゾーンに入ることはできません。チャネリングの儀式が始まった後にこの保護されたゾーンを出ていくことを禁じます。昔あったことのあれかなあ。あ、やべ、撃っちゃった。撃っちゃダメでしょう。ウィンターホールドの大学の危険な魔術師の一団が町の北の島で天候変化の呪文実験を行っているということを見つけた。魔法は無害なように見えてウィンターフォードに重大な危険を引き起こす可能性があります。数少ないエリートの衛兵にこの脅威を取り除くために私と同行してくれないか頼む次第であります。私の代理人がウィンターフォード大学の危険な魔術師の一団が、町の北の島か。これはあの件かな。バニラのクエストのあの話かな。トロール退治、これはいいや。寝たいけど寝れない。見られてる。え、どこにいんの？どっから見てんの？おかしいね。あれ？どっかいるね。あ、回復薬嬉しいな。こんなもんかな。あ、これか。あ、行けるんだ。ちょっと行く前にさ、一回これ保存しといて、まだ行っていないところがあるから
あそこはちょっとやってから行きたいな。こっち来てくれ。今からセミに入るぞ。よし。あれが手に入ったか、あれにしよう。せっかくだから。ドラゴン、ドラゴン、ドラゴン。あれ？ドラゴンがないぞ。ドラゴンスケール、これだよ。これはそうでもないのか。よし、行くぜ。ちょっと待った、なんかとろいな。食べてないからか。水。よし、行くぞ。あれ？いない。さっきいたのに。今度はいなくなってる。あ、いた。どっから出てきた。わあ、こいつ強い。来るか？全然来ないな。来ると思ったんだけどな。あ、やられてる。やったんだ。すごいじゃないか。わっ。え？え？なになに？どこ？ちょっと待って。どっから撃ってる。疲労か。疲労はきついな。
っごいやってるけど、どうなんだろう。頑張ってんのか？いや、入ってくるな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 って。なんかすごい宝石も飛び散ってる。来た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 。マジか。早く。よし。一体一体倒していこう、これで。なかなか倒れないな、敵も。わわわ、開いた開いた。開けたらダメだって、ここ。だからダメだって、開けたら。よし、あと3体。あ、4体だ、まだいるんだ。行け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 、ゴー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 、撃て撃て撃て。いや、入ってきちゃダメだって。よし、頑張ってるな、まだ。
対いる。まだ頑張ってる。違うでしょ。やばいよ。来たよ今。なんか全然減らないな敵が。いやちょっと。いや来た。してくれ。水。早く。打てねえか。早く打てねえか。早く回復しろ。よし、頼んだ。行ってくれ。よし、あと3体。これいっちゃうか。どれもらいけ。あ、また4体なってる。なんかもう食べるもの減ってきたぞ。だいぶ攻めてくれ。攻めないとダメだよ。なぜ行かない。数が減らないな。なぜだ。
回復するためにちょっと、そっか、あの悪名人のログにしてなかった。これすれば多少は早い。よし、待ってろよ、今撃つからな。よし、狙ってやろうか。少しでも来たらもう隙をついて。うわっ、やべ、おお、危ない危ない。よし、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 あ、惜しい。いやーでも結構いい、いいな、今ので勝てる、今ので勝てる。あー落ちちゃった。ああ、ダメだ。行った後何体いるんだ。あと3体か。よし、まず一体。
どこにいる？ちょっとあまりにも近くてやばい、やばいんじゃないかこれじゃ。ダメだ。あと何体？あと3体。すごい一撃だもんな。炎系か。よし、じゃちょっと装備変えよう。対炎つっても持ってないか。ブーツぐらいで。回復術。ああ。ああ、流れ弾みたいなのを食らってしまった。あれでも倒れちゃうんだ。見えてないからね、全然。あと2体。よし、いいぞ。来るな。おいおい、来るな来るな、こっちに来たらダメだよ。よし、あと1体。
よし、攻めろ攻めろ、もうもうこうなったらもう総力戦だぞ。こっからはガンガン行くぞ、ガンガン。よし、もう俺も参戦する。一体だからな。どこにいる？よし、よし、やった、倒した。いやー、大変だったね。お疲れい。いやー、大変だった、本当に大変だった。よくやったよ、みんな。エリート衛兵の鍵、どっから眠りたいな。これ眠らせてくれるかな。撤去、退去、退去要求されている。何だそれ、退去要求されてるって。誰に要求されてるんだ。おっ、テイトルの間、おエルフからからの守りだって。よし、これ寝れないかな。ダメか。あれ、宮殿ここって、あ、そっか、横だったっけ。まだ奥があるんじゃないの。わあ、すごい。回復薬。これなんだろう。おー、もう飛び散ってるね、戦いの後だから。食料がないから、とにかく食料を手に入れないと。あー、この世も象徴的だな、なんか。いいね、食料は結構手に入るだろう、ここは。あー、なんかもうやばい、疲れてる完全に。
険だ、なんとかしないと。ブリザード、これで行き止まりか。しかし鍵を手に入れたのはいいが、この鍵は一体どこで使うんだ。開いてない鍵、そういえばあったな、ドア。あの、1階のとこだ。よし。とりあえず、場所はなんとなくもう分かったから。喉乾くね。ここだろ多分。いやー、ちょっと待てよ、エリートの兵ってことは結構強いんじゃないの、ここ。 OK。 あ、でもなんか倒れてる。あ、いたー、いたよ。ちょっとちょ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 、おい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 、ちょっとちょっとちょっと、危ないって。今いたよ、誰かいたよ今。いや、そうじゃない、もういるって。そこか、あいつが市長ソウルなんだ。よし、ちょっと危ないぞ。よし、よいいぞ。あー、ちょっと邪魔、出てこい。散らすためにあの辺に飛ばす。ああ、もうほんと、よし、当たった。よっけー、よし。いやー、
すごかった。矢を回収しよう。ほとんど当たってないね。本があるね。ハグライブか。といった本はないかな。エドワード・デイトラか。シャドウマーク。お、これ知りたかったんだよね。ああ、これこんな本あるんだ。ギルドを示すマルダ、フラゴンの貯水池と同じぐらい安全な場所だということを意味する。このシャドウマークを見たら間違いなくギルドの一員が近くにいる。安全、通常何らかの安全な逃げ道を見つけた時に残されるものだ。罠が仕掛けられていない廊下やすでに人が住んでいない家とかな。これを見たら示している方向に進めば大丈夫だ。危険。このシャドウマークを見たら他の道を選ぶか命かけで進め。これはその先や扉の向こうに荒事が待ち受けていることを意味する。あ、いいね、これ分かったから。調査経路。さて、そう滅多に会うことではないが、ギルド内で働きたいなら滅多に会ってはいけない。監獄にいられてしまったらこの小さなマークを探し出せ。このシャドウマークを見つけられたら脱獄まであと少しだ。保護。このシャドウマークは行ってもらいたくない場所につける。痛い目に遭いたくなければその場所に立ち入らないように示すものだ。これがついた場所にいる人はギルドの崩壊にあり、窃盗に入られたり殺されたりということがあってはならない。バイバイ。これはすぐにお気に入りのシャドウマークとなるはずだ。このマーク付近にいる人物は苦労して手に入れた盗品を適正な額で買い取ってくれる。泥棒の隠し場所。人から物を取ってばかりで誰かにあげるなんてことは絶対にしない。なんて誰が言ったんだ。タンスや中が空洞化している丸太の近くでこのマークを見つけたらサプライズが待っている。現場にいる泥棒へギルドからの贈り物だ。仲間に特定がないなんて誰も言ってなかった。このマーク覚えとこう。
戦利品。これよくあるな。このシャドーマーク付近には、盗む価値のあるものが存在する。こいつがあればゴールド1枚しか持っていないような人たちの家に間違って盗みに入るようなこともない。からこれ何にもない。むしろああいいね。これとこれかな。とりあえずそんなとこかな。これもらっとこう。これ大事すっごい。やっと意味が変わったわ。あれ何の意味があるんだろうと思ってたけど、ああすっきりした。分かっただけでもこのクエストやった意味があるなあ。よし、こんなとこかな。お、これはもう覚えたか。パーフェクトアンセルのノルドフ、そうだ15だったの。それでも癒しの風。おっ、呪文が2つもある。呪文の書が嬉しいね。セリアル編アレイドの井戸、塩ディールの至る所で見られる古の秘宝。アセリウスの破片、これちょっともらおうかな。なんかありそうだね。最後の訓練、特になしか。竜戦争、特にないかな。よし、もういいや。行きますか。あ、そうだ、まだ向かいにもう一部屋あったんだ。ここも強いかな。いや、このパターンはやばいぞ。召喚してから入った方が良かったかな。やっぱりそうじゃん。早く。よし。
どこにいる？お、黒弾来た、来たよ来たよ来たよ来た、黒弾の黒弾か、片手をの、よし、やばい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 よ、よし、とどめだ。オッケー。よし。これでもう全部やったかな？あ、ここにあったんだ。今頃出てきても遅いよ。いやー、なんとかやったね。これで全部かな？クラフト、まだなんかバンバンやってる？テントっていうのがあるのかな、ここに。なんかバンバンやってるな。まだいるのか、どっかに。でもこれ作っても何もなかったんだよな。これもそうだし、とりあえず作るけど、どうしよう、なんか作りたいな。何が作れるかな。あ、でもいいか。とりあえずあの向こうに帰ってからにしようかな。それよりも。まだどっかで戦ってるね、あの音だと。お、エリート衛兵の鎧。スカイフォージの片手斧。スカイフォージ。どこで誰と戦ってんだ？
ドンパチやってるけど、行った方がいいのかな。魔法衝撃の上部に炎の壁を加えることができれば、極石の衝撃からひびが入るね。なんだろう、なになに、極石の衝撃からひびが入るであろう。しかし、もし魔法衝撃の上部に炎の壁を加えることができれば、その距離に打ち勝つこともできる。要するに魔法に溺れたという話だね、これはね。溺れてしまったからこうなったんだと。お、注文。さて、呪文を覚えようか。オークレッシュ、これも覚えた。衰弱させるチャージ、ピース&ハーモニー。あ、これはいいね、素晴らしいね。お、これもいいね。教会の橋、誰と誰が戦ってるんだろう、さっきから。待て、攻めろ攻めろ。直接攻撃の方が今はいいのかもしれないな。サービーカットにしてみようか。
っぱりそうだ。またここへ来て魔法の回復が遅いな。やっ。聞いてるね。聞いてる聞いてる。ああすごいすごいな。やっぱ強いな。一撃だもんね。とりあえず今回はここまでにしておきます。ちょうど